じゃーん。小笠原で宿泊した宿のパッドインのケンさんが小笠原のパッションフルーツを送ってくれました。ちょっと今日はまずこれ食べたいと思います。めっちゃいい香り。おお、おいしそう。よし、一個はそのまま食べて、もう一個はヨーグルトに入れていただきます。ちょっと見た目がグロいですけど、おいしい。うん、ペロリですね。そしてそして、実は先週からモンハンにハマってるという話をしたんですが、自分専用の任天堂スイッチライトを購入してしまいました。しかもプロコンも一緒に。私はこれまで夫が持ってた任天堂スイッチを共有してちょっとプレイしてたんですけど、このニンテンドースイッチライト、まあ、2代目ですよね、を買って、セーブデータはどうするんだろうと思ったら、このデータ管理のところにあるセーブデータお預かりっていうのがあって、ニンテンドースイッチオンラインだったっけなっていうのに入ってると、自動でセーブデータをオンラインに保管してくれて、デバイス間でこう相互にアップデートしながらプレイできるんですよね。だからこのスイッチで今プレイして、後でもう一台のスイッチでプレイしたいって時も、同じセーブデータを2つのデバイス間で共有してプレイできるっていう、これ結構便利ですよね。任天堂スイッチオンライン自体がね、有料みたいなんですけど、うちは夫がファミリープランで入ってくれてたみたいなので使うことができました。結構便利。まあちょっとカラバリがピンクと黄色とグレーしかないということで、今回このグレーを選んだんですけど、真っ白にするためのボディに貼るスキンシールをオーダーしてあるので、それが届くのが楽しみです。もう先週は廃人ウィークということで、まあ先週じゃないか、今週か、もう毎晩毎晩2時とか3時ぐらいまでモンハンやってましたね。
よいしょっと。先週この同じ場所で撮影した動画で、この白いマグカップのこの縁の部分、ちょっと光が当たって、あの背景と明暗差というかコントラストがつく場所に、まあ、明らかにこう紫色の線が出るというか、まあ俗に言うパープルフリンジですけど、が出てるのがすごい気になって、ちょっと今回レンズをキャノンのパンケーキレンズ 40mmF2.8 にちょっと変えてみてるんですけど、このレンズだと出なさそうかな。ちょっと一旦このパープルフリンジが気になっていたシグマの 30mmF1.4 にちょっと変えてみたいと思います。画角が今つけてるレンズは 40mm で、これ 30mm なのでちょっと画角が変わっちゃいますが、どうだろうな、さすがにちょっとこの BMPCC6K のカメラの液晶で見てる限りはあんまりわかんないんですよね。ちょっとまたさっきまで使ってた 40mm のキャノンレンズに戻したいと思います。はい、まあでもこの 40mmF2.8 のレンズもものすごい軽いし、しかも2万円台ぐらい、1、2万円台で買えるのによく映りますよね。ちょっとこう柔らかい感じの描写も私は好きですね。まあただやっぱりちょっと 40mm だと少し近すぎる時もあるので、今このレンズ EF28mmF2.8ISUSM っていうレンズがちょっと気になってます。これパンケーキとまではいかないんですけど、なんといってもレンズ内手ブレ補正がついていて、なおかつ軽いんですよね。何グラムだったかな、260グラム、かなり軽いと思うので、このレンズ気になってます。まあただいろんなレビュー読んでいたら、あの周辺原稿がかなりきつく出るみたいなので、そこが好きになれるかどうかってとこかなと。お疲れ様です。ちょっと今行きます連日の、確かに仕事みたいになってきてる。とりあえずちょっと団子食べます。おい、了解です。はい、はい、了解です。なんだっけ、ベシテンゴ、もうほぼ食らわないっすな、ワイド装備だと。はい、よっと、怒ったよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あれ、意外にしぶとい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。落ちた。よいしょ。よいしょ。
よいしょ。おっと、危ない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 。おっと、危ないね、危ない危ない。よいしょ、そろそろ見えてくる頃では。お、ナイス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 、ゴー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 、ナイス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 。しぶといな。よいしょよいしょよいしょ。怒った。超怒った。超怒ってるよ。超怒ってる、みんな。のけてよけてよけてよけて。ロイホーランチ。なかなか豪華な感じで、お肉もう食べちゃったけど、オマールエビ、いやー豪華です。いやまあ東京の桜はもう終わりですね。お、この枝はまだ咲いている。今日の晩ご飯は友人ランチ屋くんが釣ってきてくれたタイのお刺身です。手巻きにして食べます。ご飯粒がめっちゃ器についてる。あら、いい感じ。ふるさと納税で北海道の白糠町から届いたイクラもこれで最後。あ、この海苔もふるさと納税で届いたやつでした。どこだっけな、熊本とかだっけ、うん、どうぞどうぞ。うちの食材全部ふるさと納税なんじゃないかなっていうぐらい冷凍庫にも入ってる、めちゃくちゃ入ってる。いやー、なんかすごいことになっております。こっち2台とこっちテレビ1台、3人で仮に出ております。